アテナ・オニアナ・ジャカーブイサヌケッタ甘い類ウセドゥンニアネテ・ジュータガボトクもう言葉はわかるな。は、はい。あんたのレベルには似合わない高級ポケットよ。ポケット？自動翻訳だけじゃない。東でのライフラインの要だ。ポケットに向かってヒカシモードと言ってみな。ヒカシモード。わあ！そんな驚かなくていい。ちなみにカシモードといえば元に戻る。やっぱりあんた非選別者ね。非選別者。あんたみたいに自分で扉を開けて入ってきたよそ者のこと、うん、っていうか非選別者のくせに弱そうね。もうどうするんですか、非選別者と関わったりして。じゃああんたはこのままこいつが白い蝶ウナギに丸飲みにされればいいってんな。いくらザハードの姫ユリ様でもこのことが王に知られたら死刑ですね。あんたが王にチクったらそうなるわね。ユリ様、私は党の秩序と王家の繁栄のために全てを捧げております。ですので自らの仕事をこなすまで。はなぜこんな不利なテストを。鋼の鱗で覆われたあの蝶ウナギは20回レベルのものでも手こずる怪物よ。不利？彼は非選別者ですよ。案内人から見てこいつに隠された力を感じる？いきなり変身したりしそう？いえ、すばしっこそうではありますが。ほら、エヴァンもそう言ってるのよ。こんな体も小さくて弱っちそうなのよ。まあ、強いて言えばちょっとイケメンなくらい？テストのレベルをぐーんと下げても良いんじゃないの、ヘドン先生。私はここの管理人、党にふさわしい人間か見極める必要がある。ヘドン！僕は大丈夫です。はあ？どなたかは分かりませんが、親切にありがとうございます。ザハードの姫も知らないの？何あんた、そんな分からんちん状態で塔を登ろうとしてるの？死にたいの？ここで諦めるよりマシです。そこまで彼を塔に登らせたいならば、ユリ様、黒の三月を貸して差し上げたらいかがです？持つ者により鉛の塊にでも全てを切り裂く刃ともなるザハードに伝わる名刀。なりません！黒の三月はザハードの姫だけが持つことを許される。他の者に渡ったと知れればそれが間違いない。アムズインベントリー貸しモード。ユリ様！貸してあげる。あんた可愛い顔してるから。ユリ様、そのすごいの。あんた塔に登りたいんじゃないの？まさか本当にお貸しになるとは。はあ？あんたが貸せって言ったんでしょ。ボール終わったらすぐお返しします。あんたはまず自分の命を守ることだけを考えなさい。はい。ユリ様、まさかあの少年に一目惚れ。てっ、うっさい。では本気で非選別者が塔を変えてくれるとでも？バッカじゃないの。私が退屈嫌いって知ってるでしょ。それだけ。実は一つだけこのテストに受かる道がある。手助けすれば失格となります。じゃあこのまま死なせろって。それも彼が選んだ道。どけヘドン。随分な口の利き方ですね。
黙れ、管理人だろうと私は。待ってください、ユリ様。放て。あれが正解なんです。どういうこと。あの白い蝶ウナギから逃げ切るのは不可能。ならば逃げずに立ち向かい、口の中に飛び込むしかない。死の恐怖に打ち勝つこと、それがこのテストの答えです。刺したの、口の中に入って。答えを知ってたならなんで教えてあげないのよ。答えが分かっても普通はそんなバカな行動はできない。でも少年には死の恐怖を凌駕する何かが、恐怖に立ち向かえる何かが、あの少年にはあった。なに？ヘドン！テストはまだ始まってもいませんよ。どうなってるの？なんでボールが割れないのよ。そう私に言われましても。あんた何を企んでるの？バレろ！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 何してるの？待って、今そっちに行く。そっか、じゃあ何も覚えてないのね。それは怖いよね。けどもう大丈夫、私がついているから。バレろ、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 バレろ。私は星が見たいの。星？塔の頂上にはね、空というものが広がっていて、それはそれは綺麗な星が無数に輝いているんですって。それってナエルみたいなもの。そんな言葉どこで覚えたの？バレろ。夜、私はね、もうこんな暗い世界はうんざりなの。バレろ、バレろ。行くな、ラエル。バレろ。少し騒ぎすぎたようですね。まずい、もう逃げろ、新入り。逃げなさい、早く逃げて。おい新入り、黒の三月に喋りかけろ。力を貸してくれって。エヴァン、頭おかしいんじゃないの。あの刀は私に。いいから早くやれ。お願い、力を貸して。嘘。少年、塔を登る力を貸せというのだな。違います。ん？塔なんてどうでもいい。お願いです、僕がラヘルに会うために力を貸してください。つまんない男ね。けどその可愛い顔に免じて力を貸そう、今回だけな。何？え、私がいくら念じても指導しなかったのって、あいつがただの男好きだったから。そうよ、女はさっさと消えなさい。塔に伝わる迷信が本当だったとは。なんか
納得いかない。割れた。え、どうなってんの。わかりませんか。次の階に行ったんですよ。どうするんですか。あいつが黒の三月を持ったままだなんて。返してもらいに行けばいいのよ。え、追いかけるわよ。しかし塔へ登る試験会場に入るのは我々は禁じられていて。うっさい。面白いことがない人生なんてクソくらいよ。あ、さっさと仕事しなさい。案内に。あ、待って。なかなか面白い催しでしたね。これからどうなるか見ものですね。一度離れた者が再び出会っても二人が完全に元に戻ることはない。再び出会った彼女はあなたの知らない時間を生きた彼女なのだから。だがまずは眠れ。この先の道は険しい。ふさわしい人物かを判断するテストの回。さーて、とりあえず最初のテスト始めちゃいましょうか。ルールは簡単。ここにいる選別者は全部で400人。その400人を制限時間内に200人に絞っちゃってください。手段も方法も自由。選別者の数が200人になった瞬間にテストは終了します。あと選別者の残り人数と経過時間はポケットで確認できますよ。ではでは皆さん、ファイトです。